こんにちは、森ミュージックテレビの森高人です。今回はね、また E7 のバックトラックを使って、その上でアドリブを取る時の、ヒントみたいなね、動画を撮ってみたいと思います。これ実は2回目でですね、前回に、初級編というのを作ったんですが、今回これ2段目なので中級編としてやってみたいと思いますが、まずね、この使ってるバックトラックなんですけれども、森ミュージックテレビ、のサイトの中に無料でダウンロードできるようになってますので、URL をですね、このちょうどビデオの画面の下の説明書きのところに入れておきますので、そこから、ぜひダウンロードしていただいてですね、ご活用してください。で、フレーズの説明の方に行きたいと思います。今回ですね、やってみたフレーズっていうのは、ちょっとコード分解みたいなフレーズを入れてみました。で、僕が覚えてる範囲でやったのは E7 のね、こういう形の E7 を僕は頭の中に入れてたんですけれども、下から D の音、これセブンスの音ですけど、5フレットになってます。これわかるかな？5フレット、6フレット、6フレット、5フレットっていう音で言うと、セブンス、サンド、シックス、ルートってなってます。で、この音をね、バラバラって弾いていったんですね、下から。ピッキングも見せたいんですが、これスイープピッキングでも。実際は多分ここら辺から弾いたのかもしれないですけど、でその後で3度の音まで行きます。これは9フレット2弦ですね。で1弦の7フレット9フレット10フレットっていきます。今気づきましたけど、コードを押さえたままじゃないですね。音はコードの音を弾いてますけど、ここ中指寝かせて弾いてます。それをパーバカパッ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 って言ってます。ワン、ツー、スリー、フォー。タタタンみたいな感じですね。こんな感じで全部ブルースも弾けちゃうっていうね。難しかったらここからやんなくても、ここからでもいいですよ。なんでこれ、このコードのね、アルペジオみたいな感じのフレーズになってます。
で、その後に次の、説明しようと思ったんですけど、ダブルストップ入れてます。こっちまで行かなくてもいいかな、何でもいいと思いますけど、コード分解した後にダブルストップ入れます。このダブルストップはね、よくブルースギタリストがやるやつなんですけど、まあ、ブルースギター編とかで見ていただいてもいいと思いますけど、トップが5度でマイナー3度で、マイナー3度の音だけちょっとベンドします。まあ、ここはスイープでいってるんで、よいしょ、これかな。ピッキングとしてはダウンダウンダウン、アップダウン、アップでダブルストップかな。まあ、音もちろん足してアレンジしてくれていいと思います。いろいろできると思います。なんでこれ一つ目のコード分解ですね、プラスダブルストップです。で、ダブルストップをついでにちょっといろいろ紹介したいんですけれど、あと僕がこれやった後についでにやったのが、それを単3度上げます。単3度っていうのはフレット分で言うと 1,2,3 3つ隣です。同じです。こっちはまあ、これ理論的に言うとこれセブンスの音なんですけど、セブンスの音はキープしてフラット5度の音に最初用意をしておいて、11フレットに行けんですね。そっちを半音上げます。そうするとまあこういうハーモニーになります。それをピッキングごとにやるとこうちょっと粘り気が出て、ちょっとパワーが出てですね、ファンクなんかではよく合うと思います。なんで続けちゃうとこんな感じ、ずっと繰り返してもいいです、ね、いいと思いますけど、そんなダブルストップです。これはね、結構ねあんまりやってる人がいないんでおすすめです。これは僕はジョージ・ベンソンからパクったんですけど、多分ジョージ・ベンソンは、なんて言ったかな、ハンク・ガーランドっていうカントリーのギタリストをよく聴いたみたいなんで、そういうカントリー系のフレーズかなと思いますけどね。こうちょっとフィンガーピッキングでね、ちょっと一弦だけフィンガーピッキングする。するとちょっとカントリーっぽいかな。そんな感じのフレーズですね。で、あと一個、もう一つ同じアイデアのダブルストップ、今度はトップノートをマイナーサンドにして、こっちをメジャーセブンスにして、これもやってましたね。こうやってまあやるのがロックだと一般的ですよね。トップの小指かなんかで、でその同じフレットの音を、それと同じ効果になるんですけど、まあそういうそれよりはもっと楽にできてしまうと、もう最初の2弦の最初の音をこうマイナーセブンスから1音上げじゃなくて、メジャーセブンスから半音上げるだけなので楽にできるんだけど、まあ結構似たような。楽にいけます。なんでまあ太い弦使ってる方とかね、フルアコでやってる方とかだとフラットバウンドが張ってあってチョーキング難しいと思うんで、まあいけると思います。
ちゃダメ。感じでいいと思います。これでまあダブルストップなんですけど、あとスイープピッキング関連でですね、これは初見の時にも癖で やってしまってたと思うんですけど、降りてくるスイープですね、さっきのこう低い弦か高い弦に上がるスイープでしたけど、今度はこれもね、前他のビデオで説明してると思うんですけど、ちょっとまた、同じことになっちゃいますけど、自分でもね、これどの音を弾いてなくちょっとよくわからなくて、ちょっとゆっくりするとですね、多分このマイナーサンドの音からルートフィフス、この今 E マイナーみたいな音の並び方、ここ3つこのピッキングもね見せないといけないんですけど、大体なんかの音の後なんで、最初にダウンでそのダブ、例えばダブルストップ弾いて、その返しでここまでアップアップアップでこうスイープですよね。で今度4度ダウンで弾いて3度に行ったりとかね。ごめんなさい。ほとんど音鳴ってない、なんかこう別に音出てなくても OK みたいな。1,2,3,4 なんで次の頭にこの4度の音に行ければ、あとはもうなんか適当でもいいっていう。まあ癖でやってるんで、合わせるとこんな感じかな。こんな感じで、いいと思います。なんでね、今ここでやりましたけど、同じフレーズを12フレットでもできます。12フレットの時はね、最初のダブルストップの後に形がだからちょっと変わりますけどね、あと一緒ですね。そういうのをこう普通のこうペンタトニックのブルースのフレーズに混ぜちゃう。今ちょっと最後違いましたね。タンタカタタンタンタクタンタン。なんで心の中ではタンタクタンタン。どっちでもできると便利ですよね。なんでそういう感じのね演奏をやっててましたよね。あと一つやってたのは、これはまあほとんど上級みたいなもんですけれど、ちょっと別のコードを想定したのをちょっと入れました。まあ4度セブンスである A セブンスみたいなフレーズ、
パンパカパってやったかな。フレーズ入れました。これもジョージ・ベンソンのフレーズですけど、A7 のコード分解ですね。3度、5度、7、9、アルペジオを弾いています。よ、ちょっとずれましょうか。ですね。で、半音下がってこれ、E のブルーノートに行ってますけど、ブルーノート弾いて今度1オクターブ下行ってます。ここ音出してないんですよね。ミュートですね。4弦と3弦はミュートしてます。で、同じこと半音上げてまたやります。こういうちょっとトリッキーなやつをやってましたね。まあ、あんまり参考にならないかもしれないけど、一応説明すると。ここまでいったかな。なんでここからは、なので自分でもどうやってるのかわからないで、432をこうミュートでスイープします。で、その後弾きたいと弾いてます。何でもいいんですけど、こんな感じで犬が遠吠えしていますけどなんでね、ちょっと今のは難しいんであんまり参考にならないかもしれないけど、まあできると結構いろいろできますよね。トップの音だけこうブルーの音、マイナーペンタトニックの音にして同じトリックをやると、こんな感じで、まあ練習すれば結構ね、早い方がやりやすいんです。タラララタラララっていう。今回のバックトラックはちょっと早すぎちゃうんですけど。難しくなっちゃうかもしれないですけど、ちょっとね研究してできるようにしとくと結構便利なんでね、おすすめです。それぐらいだったかな。多分やってたのはこのスイープ、テクニック的なもんですよね。上がるスイープと、まあ下がるスイープ、それぞれ3つの音だけでやってるんで、
慣れてくるとできると思います。あとダブルストップですね、それをいろいろやってみました。最後のフレーズももちろんスイープですね。ダダダ、6年音符でやってるんですね。ワン、ツー、スリー、フォー。それをちょっとシンコペーションさせて、うん、ワン、ツー、スリー、フォー。この最後の実音がそれぞれの拍子の頭にくるように、うん、ツクダダ、うん、ツクダ、ツクダダ、ツクダダ、ツクダダ。そうするとまあ次のフレーズつなげやすい。いろんな応用ができると思うんでね、シンプルな音で構わないんで、そういう6連音符の中に入れるこう3連系のスイープですね。タタカタタタカタとかタカタタタカタタとか、そういうスイープの、テクニックをいっぱい使ってるのが、中級編でやってみました。なんでね、初級中級ときて次は上級もあるんで、上級のビデオも試しにですね、待っていてください。